近眠いんですよね、ずっと。そう、なんか神奈川県のツアーが終わってもなんかずっとレッスンとかが続いてて、そう、意外とね忙しくさせていただいているので、最近はもうとても眠いんです、ずっと。ちょっと猫ちゃんがすごいガリガリ、ちょっと私これ寝巻きなんですごい恥ずかしい、寝巻き、あ、ちょっと全身見せるの辛いんで、ちょっとまた掛け軸をねかけてちょっとカモフラージュしようかな。どうも、ちょっと髪がボサボサすぎて、はい、しかも今日はもうほんとマジドすっぴん、もう眉毛もね描いてないし口も塗ってない、もう生まれたままの姿、もう髪もやってないし、でももういいんです、今日はね寝るだけなんで、もうあとは寝るだけ。でもこういうのがさ、そう、世の中に今世界中にさらされているって思うと怖いわ。もう何年後とかにもこういう映像とか残るって思うと本当やばいですよね。そう、世界中に。だってさ、 YouTube とかでさ自分の名前調べたらショールームしか出てこない。ちょっとそれはねもう違法なので、そう、皆さんは映像倉庫でね見てほしいんですけれども違法なのかな、ちょっとわかんない、最近わかんない、もう寝るのだって寝る、もう今日ね眠すぎて、もう朝早すぎて、明日も早くて、自分覚えることもあって、まあ覚えなきゃ、ね、寝れないや。そう、寝れないんですけど、将来正岡子規さんみたいになりそう。正岡子規、高岡早紀さんか、間違えた、高岡早紀さん、名前が綺麗、コンタクトもしてない今。間違えた。最近はそう、なんかね、じゃーん、見てください、ネックレスつけるかわからないけど買った。なんかもう私ちょっと昨日頭がバグってて、 T シャツ買った時にもう店員さんがなんか私がチラ見したんです、これ。そしたらこれ可愛いですよねって言ってね、そう、なんかあれ可愛いって思って、そう買ってしまった。ちょっとそう可愛いですよね、お花がついてる。最近なんかビーズのなんかアクセサリーにハマってるんですよ。これはでもシンプルな T シャツにもこうやってつけるだけでちょっとおしゃれに見えるっていう、そう、おしゃれに見えるアイテムだなって思って、まあ、いつか夏とかね、こういう透明なやつつけたらなんか楽しく生きられそうだから買ってみた。つけてたら、あ、つけてんだって思ってください。はい、つけてたら、おー、つけてるやんって、まあ、思ってくれたら嬉しいですね。あともう一個ビーズのネックレス買ったんだけどね、ちょっと目が見えなすぎて全然どこにあるかわからん、ちょっとすいませんね、ちょっと全然、ちょっと本当にあった、
ともう一個、これもめっちゃ似てんだけど、私なんか似てるものばっかり買ってしまう習性があって、もう昔からなんですけど、似てるなんか好きな系統が固まりすぎてんのかな。でだから似てる系統のものばっかり買っちゃうんですよ。そう、じゃーん、全然見えない。そう、なんか似てるものばっかり買っちゃう。なんかこれもまあビーズ系、冒険しないタイプだって。冒険しないっていうか、なんか好きなものを全部買っちゃう。全部好きなもの似てるって思っても買っちゃうの。わかる？これ可愛い、でも同じようなの持ってるから買わないっていうのじゃなくて、同じの持ってても買うっていう。そう、可愛い、これはこれも白い、なんか普通の服着ててもこれだけつけてたらなんか、あ、凝ってるなこの人って思われそうだから買ってみた。そう、だから私本当に服とか、昨日白い服2つ買った、この前も白い服、なんか白ばっかり、白いシャツ、やばい、白いシャツ買う病。そう、まあこれもなんかイケてた、夏っぽいから買ってみた。そう、だって似てるでしょさっきのと色。病気なんです私、似てるものばっかり買ってしまう病気。だってほら、もう色一緒やばいですよね。もうちょっと似てるものばっかり買っちゃうんで。そう、いいよ俺もだよ。だって確かに、でも好きなものはさ買っちゃいますもんね。最近水色が好きで、水色と白が好きで、もう水色と白のものばっかり買っちゃう。かわいい、これもなんかここそう、なんかこれはお花ちゃんになってて、でここに通すんですよ、こうやって通して、でこれでネックレス、あ、そう、白と水色最近ハマってる。でそうで、こうやってネックレス、やばくない？なんかおしゃれっていうか、なんかいいなって思って買ってみた。うん、そう、水色と白にハマってんですよマジで。そう、可愛いなって思って。私ビーズもうほんとマジ最近ビーズ買っちゃうんです。これはイヤリング、もうつけるかちょっとほんと分かんない。これはこれに至ってはなんかほんと色が可愛くて、まあ、つけるかわかんないけど買ってみたって感じ。そう、イヤリングは本当にいっぱい持ってて、自分でもめっちゃ買うし、なんかファンの方からもめっちゃいただくんですよ、ありがたいことに。そう、イヤリングオタクなんで。そう、でも夏っぽい、そう、こういうのビーズ、これもビーズだから夏になったらつけようかなって思ってます。つけてたら、つけてるって思ってみてください。うん、そう、イヤリングもビーズ、うん、はい、ビーズ、もう最近もうビーズ、ビーズ、もうビーズオタクです。よお前めっちゃいいって感じで、まあ夢じゃないって感じですね、現実って感じ。はい、かわいい。ブレスレットとかは最近、指輪もビーズあるかな、指輪のビーズ。でもハマちゃんとお揃いなんですよね、これはビーズの指輪。
じゃん、かわいい。これもビーズ。もうやばいんです、私昨日ビーズのブレスネットも買おうと思ったけど、ちょっとさすがに買いすぎだって思ってやめたんですけど。これはハマと一緒に買った。じゃーん、そうお気に入り、これかわいい。あ、もうやばい、全身ビーズになっちゃう。なんかね、昨日スタッフさんにビーズの稲葉さんとミスチルの桜井さんの YouTube の対談が面白かったって話をされて、なんかそうなんですかって言って、そうなんかその話をするってことは私に見ろってことかなって思って、そうでもビーズの稲葉さんとミスチルの桜井さんがなんか歌手のなんか歌の話とか1時間ちょっとやってる対談が動画があったらしくて、お見たって言ってる。そうだからその話をめっちゃされたんですよ、スタッフさんに。だから見ろってことかなと思って、高評価をして、そうあと見ます。まだ見てないんだけど、30回は見たいだって。まだ見てない。でもすごいね、なんか面白かったって言ってて、うん、俺も後で見てみよう、俺も見てみるね。そう喉のケアの話とか、そうなんかボイトレの話とかめっちゃしてたんですよ、してたってスタッフさんが言ってて、そうだから私も絶対見る。うん、そう多分それ見ろってことだと思うけど、私はだから見ますね。稲葉さんすごいんですよね、すごいんですよねってかもうすごい、あの二方はもう本当誰もが知ってる凄さ。うん、うん、ボイトレの昔のレッスンみたいなの見たけど怖くて泣きそうだった。菅井先生かな。ビーズ聞きたくなってきた。ビーズ、菅井先生人気。菅井先生。でも本当に菅井先生になんか習えたこと本当に奇跡だなって思う。私本当に菅井先生のでなんかあの合宿で、ネモスの合宿で菅井先生から学べて本当に良かった。もともと知ってたし、ハロプロさんが好きでよくいろんな動画見てたから。菅井先生もね、今やなんかいろんな番組に引っ張りだこで超人気で超有名、もう昔から超人気で有名だったけど、さらにね有名人になって、やばい、くしゃみ出そう。うん、50カウント終わっただって、ありがとう。前髪切りたい、もうこんぐらいに、もう前髪が長すぎて、でももう美容院行く予定立てたので、あと少しだけ我慢だ。めっちゃ伸びた。だからこれで
自分で切らないの、だって自分で切りたいけどもう予定、美容院行く予定があるからその日まで我慢する。うん、やばい。すっぴんだとこれでね、早く癖ついてくればいいんだけど、なかなかね、そんな一瞬ではつかないから。うん、オフ感ある。だっていや、もう今日はオフ中のオフ。エリちゃん見れていい土曜日になりました。今日土曜日か。うーん、土曜日。調子はいいの。調子も眠い、とっても眠い。エリちゃんピアスしないの？しないです。開ける予定は全絶対ない。開けないと思う、多分一生。もうイヤリングというものが世の中にたくさんあるので、イヤリングで行かせていただく。開いてない耳、痛そうだからっていうか、なんか開けたいと思ったことがないピアス。うん、そう、全然。でも耳に穴を開けるなんて恐ろしいだって。いや、でも全然ピアス可愛いけどね、いろんなとこにつけてたら。でも私はそんな大丈夫、私はイヤリングで行くね。うん、リーゼントみたいに言われた。そう、これいつも、そう、これで、私は全然アイロンでいつもやっちゃうけど、こういった前髪を作ってる人が世の中にたくさんいます。だから女の人はこれ必需品って方いるんじゃないかな。うん、たまにカレンちゃんもカール配信してる。あ、そうなんだ。うん、ユキリンさんって、そうなんだ、ユキリンさんも。確かユキリンさんイメージあるかも、これつけてる。うん、そうそう、これはめっちゃ必需品。まあ私はそんな必需品、アイロン派だけど。イエーイ、イエーイイエーイイエーイ、ウォーウォーウォー。うん、小田、ん？何ですか？寝るときは取るのって、これはもう長時間してたら前髪くるくるになりすぎてやばいです。これはもう
良きタイミングで外さないと前髪がもうほんとくるくるすぎて、もうワニワニパニック、マジでやり直さないと、一回濡らしてドライヤーでやんないと、もうやばすぎる、もうくるってなっちゃうから、もういい、あ、もういい感じかなと思ったら外すんです。今来ました、それ何だって。これで前髪をね整えてます。うん、一生つけててだって。いや、それはやばいですの。間に合った、援護しますだってん、荒野行動、援護しますとは。でもありがとう。寝るの何時？寝るのも、もうこの配信終わって寝る準備したら寝ます。10時には寝ないとなって、今日は、今はもう9時20分ぐらいですかね。外しますね。全然癖ついてない。あ、でもちょっとついた、ちょっと前髪が浮きました、プカプカと。ちょっと浮いた、ほら、もうほんのちょっと。うん、そう、カールした。もうちょっとやったらもっと良かったと思うけど。前髪ごと何がいいの？普通に目にかからない。そう、目に刺さる、目が痛い。前髪で目の視力悪くなった。え、そんなことあるの？早く前髪切りたい。そう、目がうるうる。今日ね、ずっと外で日焼けもしたから、目が、あ、本当に目がね、ちょっと今日本当痛いんですよ、ずっと。そう、今日暑かったしね。そう、日焼けしたし。うん。涙袋いい感じだって。確かになんかすっぴんの方がなんか涙袋ある気がする。確かにいつもよりなんか涙袋ある気がする。でもその分クマもあるけど、
画面の半分が顔、どういうこと？涙枕じゃーん、あるやん。ここにゴミじゃないです、これはほくろです。でも昔はなかった気がする。なんかいつの間にができてた、マジで。口の上、あ、ここ、そう、ここにもなんかほくろできた。前もなかったのになんかできた気がする。ここにかすかにねほくろあるんだよね。なんかいつの間にかねほくろってなんか生きてたら増えてった。なかったんですよ昔は、絶対ここに。わかんない、シミかな、これ。何なんだろう、これほくろ。でもほくろか。うん、シミかも。左頬の下の方、どれ、これで、これでどこ、ほっぺたにもある、これでしょ、こことここ。その下、嘘、エラの方、あ、ここね。え、どこ、ほくろ探し、顎の付け根、え、そ、どこ、あ、ここ、あ、ここか、あった、本当だ。すごい、みんな詳しい。私よりなんかほくろの位置知ってる。ほんまや。そんなところにあるんだ。ちょっと見て。本当だ。こことこことここ。あとここにも2個あるよ。ここ。1、2。ほくろハンター。そう、これ2個ほくろ。もっと探したい。お、癖ついたかな。お、いい感じ。お、いい感じ。あ、いい感じになった、前髪。ほくろできるの嫌だって。いや、別に何も思わないかな。直毛だって。いや、わかんない。でも結構癖っ気かも。わかんない、普通毛、普通毛です。普通毛。
雨の日の髪の毛決まりにくくない？だって、決まりにくい。雨の日本当に嫌だ。髪の毛がね、決まらないから。てか髪の毛やってもすぐ跳ねる。そう、だからあんまり嫌だなって思う。雨の日。公園もすっぴんで出てたってやばいよ、それは。ちょっと NG です。それは無理かな。でも湿気嫌い、マジで。湿気ほんとやだ。雨の日やだ。梅雨やだ。梅雨家から出たくない。毎日家から出たくないだってまあそういう人もいますよね。エリちゃんは傘ささないイメージ。嘘でしょ、やば。どんなイメージ？刺すよ。刺さない時もあるよ。でもなんかさ、雨に濡れるとさ、なんか生乾きの匂いみたいになるから、それが嫌だから。なんか濡れ、ちょっと濡れたらさ、なんかそれが午前中とかだったら一日さ、なんかちょっと変な匂いになっちゃうかもしれないじゃん、服とか。だからそれは嫌かな。うん、うん。生乾き嫌だよね。スーツ着てる時に突然の雨ほんとやめてほしい、だって。え、なんでスーツ？スーツはやっぱ数がないから、毎日同じスーツだから。確かにスーツの時に雨ってね、やだよね絶対。だって高いもんスーツって。普段着とかだったらさ、そんな替えはあるけど、スーツって替えない、替えがないもんね。うん、乾きづらい、その後の仕事しんどい。最近のスーツ洗える、最悪なやつ。で、夏スーツやだ。ワイシャツの首周りが嫌。洗濯機にぶち込めないからな、だ。なるほどね、確かにスーツはね大変だよね。最近のスーツ丸洗いできる。自分で？なんか私あれ欲しい。なんかアイロンってこうやってさ、なんか垂直にやるけどさ、なんかプシュポンプシュポンってできるアイロン。なんかハンガーにかけたままでもプシュポンプシュポンって使えるアイロンが欲しい。
あれ便利そう。スチームアイロンかな。めっちゃ便利だって。スチームアイロン。なんかよくあの衣装さんとかがね使ってんの見るけど、なんかわざわざさあのアイロン台みたいなところに置いてこうやってやんなくていいじゃん。ハンガーにかけたままでプシュッポンプシュッポンってやればいいだけだから、なんか使いやすそう。結構むずいらしい。あれめっちゃ楽だって。一瞬でシワが伸びる。確かにね、便利そう。私アイロンしたことない、自分で。あるかもしんないけど、人生で2回か3回はあるかもしんないけど、やったことないアイロン。でまた前髪落ちてきたもん。したことない。やっても親お母さんがちょっとやってるから。で前髪が本当に無理。一人暮らしできなさそうね、だって。ね、確かに。でもまあやろうと思えばできるから、絶対に人は。てか私もやろうと思えばできます。なんとかなる。頑張って。だってありがとう。いつやる？いつか。一人暮らししたい？してみたくない？そういえばアバターの提出した明日だって。アバター、私はもうこのお星様のアバターがあります。ホームシックとかなりそう。私多分ホームシック、チームエイトメンバーの中で多分一番ホームシックになりそう。なると思う。でも家が好きすぎてもう無理。長期の泊まりとかしたことないから、なんか本当になんか韓国とか行った時に本当に毎日辛かった。だから本当なんか慣れてないし、ちょっと本当に無理でした。
いやマジで、そうなんかね、あんま神奈川県代表だし、なんか泊まりとかもあんま経験してないから緊張する、泊まりとかだと。無駄にいろいろ持ってっちゃう。サメのぬいぐるみいるよ、ずっとここに放置。放置してる。2021のメガネもありそうだって。あるよ、もちろん。あれ、まさかのない？いや、あるんだよね絶対。2021のメガネ、でもほんとやばい。あれ、でもなんか見当たらない。メガネかけてないからどこにあるかわかんない。やばい、そう、手の届くところに何でもある。うん。てててんててててんててててん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 てててててててん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 てててトゥトゥ、うん、私は私の視力はどれくらいだろう、わかんないな。逆にどれくらいだと思います？0.01？ 本当わかんない。1ヶ月ぐらい前にね、でも眼科行ったんだけど、目が痛い。めっちゃ入って、もうほんと耐えられない。これでいいですか？ちょっとこれで行かせていただきます。はい、いつもはコンタクトつけてるからね。うん、 M 字バンク昔流行ったんですよね。でもこういう髪型聞きましたよ、巷の噂で。こういう髪型が流行ったって。
何やってもお似合いですね、すごい、だって、あ、ありがとう、褒めてくれて嬉しいです。ちょっともう本当にやだ、前髪切りたい。だってもう私はね、もうこれこんぐらい絶対切りたい。だってこんぐらい切ってもいいでしょ、ちょっと長すぎる、本当に切りたいよ。前髪が長い。目に入って痛い。目が多分日焼けしたのと、本当前髪が目に入ったので痛すぎる。そう、前髪目に入ると痛いよね。その髪型なんか良くなってきた。だって、あ、いい感じ。 M 流行らせよっかな。 M 流行らせちゃおうかな、私が。じゃあね、じゃあそろそろもう皆さんお後がよろしいようで、じゃあ今日の配信は終わりたいと思います。では皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位ごめん先生、12位ソニーアットおだし、11位イズミ、10位マコピー、9位ネスカフェ、8位マーアットおだし、7位ジャンアット群馬におだし、6位ボマアット、4月サイン来たありがとう、5位プロスペクト、4位ミヤちゃん、3位ナオナオ、2位ユイチロアット自慢の足おだやりな、そして1位はカンタアットカンカン、ありがとうございます。じゃあ皆さん本日の配信も見てくれてありがとうございました。ではまたいい夢を見てください。おやすみなさい。